はい、どうも皆さんこんにちは。飲み会とかで下ネタ私嫌いなんだよねとかって言ってる女の子に限ってめちゃくちゃドスケベどうもルスです。これはねありえますね。お前が言ったんだからな。これもあ、いやこれはね認めるよ。経験ありますからこいつ。いやありませんよ、はい、調子乗ってますから。いや、あの旗から見てて思ってるだけですから。いやいや、好感度上げようとしてこいつはなんかちょっとこうタバコ吸ってないと か女の子に優しいみたいな。なんだよ、今そんなブランディングやってますけども。いいだろ、あの一番遊んでますから。やめとけって。よくないですよ皆さん。ダメだよ。いやいや、いつもほら俺編集でさ白敵とかで結構俺ばっかり叩かれてるから。なんかちょっとそこがねうざいなって最近思ってるんですよね。いいはい、はい、そんなことでもいいんですけども、はい、やっていきます。 YouTube、 YouTube 今日はね、はい、ハウツーですよ。ハウツー、はい、まあ、ちょっと最近ね企画とかも俺もずっとやってるんですけど、はい、まあ、やっぱ冬はね、あの雪あるうちは滑りたいやん。そうですね。まあ今しかできないことって言ったらハウツーですよ。はい、グラトリー入門者がまあ憧れるであろうあろうソネ。うわー、かっこいい。ソネのハウツーをやっていきたいと思います。いや、お願いします。ただね、最初に1個言っとくと、ソネって結構むずいから、なかなかね、多分俺の動画見ても難しいっていう声は上がると思うんですけど、まあご了承くださいみたいな。まあでもとりあえずソネハウツーの動画、多分いろんな動画見たとしても、まあ俺が一番かなって思うんで。まあ、いや、そうやない。そうですか。いろんな人あげてるよ、ソネの挨拶動画は。いや、あの俺の動画だけ見ればソネできるようになるから。絶対に。最初のやつちょっと撤回するわ。あの俺のこの動画を見てもらえれば、はい、もうソネはね完璧になるんで。いけますか。明日にでももう完璧になります。はい、なんで、まあ、いつも通り、はい、あのポイントを要所要所こう説明して、はい、で、まあ、実際に俺が滑っていくっていう感じで、はい、なんで今日はその5とかじゃなく、まあ、ソネ3でやっていきましょう。ちょっとポイントを説明する前に俺の特技見ててください。はい、何するんだよ。下手くそやないかい。ということで、はい、実際にあのポイント説明していきたいんですけども、ソネのポイントズバリ3つです。3つ、はい、まず1個目、はい、大事なのっていうのはそのなんていうんですか、最初のソネのこのヒール折り、ヒール折り、ヒールでオーリーをかけるっていうのがすごい大事、はい、なんで最初のこのソネをかけるやん。はいはい、ソネかけるじゃないですか。はい、でそのターンありますよね。はい、でそのヒールのターンに乗った時にもうストレートでオーリーするとこうなるやん。はい、それをこうヒールに乗った状態でオーリーするんです。おお、でヒールオーリーをした後にちょっともうちょっと離れてもらっていいですか。オッケーオッケー。俺に命令すんじゃん。いいだろ、カメラマンだぞ。うるせえやつだな。ヒールオーリーかけました。はい、でヒールオーリーかけたら上半身をヒールオーリーかけて、あ、ちょ、ごめん、なんだよ、順番逆だったわ。あ、ちげえな、順番逆じゃねえわ。ポイント2個だわ。2個ね。うん、うん、ごめん、3つもいらないです。そうですよ。ポイント1個目じゃん。そしたら2個目はこのこっちの足をヒールオーリーかけてこっちに飛ぶ。飛ぶ、まあ、要はこっちの足でキャッチよね。伝わってる。ヒールオーリーかけて、はい、こっちでちょっと後ろの足を前足を戻すんですよ。はい、はい、こっち側にね、はい、こっち側にこう戻して回転の軸を作ってあげる。はい、はい、でもこの戻しと同じ動作で同じタイミングでヒールオーリーから戻しの上半身先行、先行、タイミング一緒だからこれ。はい、これほらな、もうなんかバラバラにやってたらもうできないから。ああ、まあこの2個をねやればいいんじゃね。いきますか。ああ、それやればできるから、この2個で。滑ってます。はい、おいおいおい、滑ってるじゃないですか。おい、ということで実際に
にね、僕がソネやっていきたいと思います。ほい、はい、あんま多くは語りたくないから男なんで俺の背中見て学んで。わかりました、頼むよ。ちょっと今ミニオンたちがいや、ミニオンでしょ、ミニオンじゃない、ミニオンやめろ、また嫌われるぞ、やめなさい。ポイントをおさらいして、おい、やる気ある地形なポイントおさらい、はい、ヒールオーリーかけます、はい、その後にまあ、要はヒールオーリー、まあ、弾いた方の逆の足を戻す、はい、でそれと同時に上半身先行、はい、いきます、はい、うん、めちゃめちゃ分かりやすいっしょ、難しいよ、え、僕やってく、もう一回お願いしたいな、とりあえず行くよ、もう大丈夫、今日行けど、そのあと人がすごいから、ね、ないないない、人がゴミのようだ、行きますよ、はい、わかる？理解できます？ちょっと早いな、何が、ゆっくり一つ一つちょっとゆっくりお願いしたいな、ゆっくりね、ちょっとやってみよう、おい、なるほどね、意味わかります、わかりました、なんでこんな感じです、はい、はい、で、パイプとか回したい人は、まあ、やっぱ上半身かな、そうだ、上半身とってみよう、一回やってみるよ、はい、いいですね、綺麗ですね、今の2点ね、あ、風が強いで意識して、はい、やってみれば、そうね、できない可能性、これ一切ない、なんかあとある、いや大丈夫じゃないですか、大丈夫かな、はい、今日終わろうか、はい、はい、今日の動画もありがとうございました、また次の動画でお待ちしてます、よろしくお願いします、バイバイ、していこう、最初からソネで弾く必要はなくて、まあ、最初なかなか難しいと思うんで、最初はソネドライブみたいなのをやってほしい、はい、要は上半身の体の動きとその足のなんていうんですか動き、はい、を体に染み付ける、はい、やってみると、はい、ちょっと今甘かったけどさもう一回やるね、はい、こういう感じ、おい、弾かないバージョンのソネ、はい、でこのソネドライブっていうのを、まあ、練習するとその弾くソネっていうのがやりやすくなったりするんで、まあ、最初の方に練習してみるのもありかもしれないです。